かしこまりました。モスバーガーセット一つですね。お飲み物は山ぶどうスカッシュで。わかりました。少々お待ちください。はい、いただきます。元モスバーガー店員、タクヤです。レジかね、レジか。いらっしゃいませ。はい、レギュラー満タン、カードで、はい、カードをお預かりいたします。はい、キャップロック OK! どうも、元ガソリンスタンド店員の和也です。はいよ、タコ線2つでかしこまりました。タコ線2つ、ありがとうございました。元たこ焼き屋店員、大島です。あー、ちょっと噛んだね。タコ線つったタコ線つったな当時から噛んでたもんはい、ということでたこ焼き屋ね、タコ線うまいよね。タコ線めちゃくちゃうまい。タコ線って食った時、たこ焼きを2個ぐらいなんかなんか海鮮みたいので挟んでマヨネーズとソースかけて、どこで食ったっけ、衝撃受けたんだよな。めちゃくちゃ、でも150円とかであれしか出ないんですよ、たこ焼き。あの道頓堀でやってたんですけど、あれは食べ歩き時期になる。もうそう、みんなあれで、しかもいろんなの食べたいから。大阪で普通に働いてたってこと、はい、そうです、すごいな、はい、はい、なるほど、ね、ということでじゃねえ、はい、はい、今日は閉店事件やっていきたいと思います。さあ、はい、僕らみたいにバイト経験豊富なら、うん、ね、大丈夫です。閉店、閉店作業やってましたんで、私やってました。いや、そういうモスバーガーの閉店作業、そのバイトの閉店をするゲームじゃない。フライヤーの電源ちゃんと落としてやる。いやいや、それで大事です。スタヤでレジ閉めとかやってたんで。いや、そういうホラーです。めちゃくちゃホラーです。ザ・クロージングシフト、はい、知らずさんの、はい、いつもやる、はい、シリーズですね。新作だそうです。新作は楽しみ、やっていきましょうか。はい、はい、コーヒー店のなんかあれなんでしょ、アルバイトか店員なのか、コーヒー屋さんなんだ、はいはいはい、でカフェを作ったりとかするらしいんで、やってみましょう、はい、はいはい、じゃあ、はい、スタート。前回僕一人でやったんで。そっか、前回だからもう やってた、ね、怖くない、安心感が今すごいです。一人の時やっぱ怖い、やっぱこう、あ、やば、やばロフトだ、ロフト付きの家、バイトの時間過ぎてる。WASD で、タブがイベントリー、アクション、ああ走るとかもあるんですね、うん、タブね、覚えてる。しゃがむもある、左クイック、あとしゃがむもあるね。早く車に乗らないと。あ、車で出勤タイプだ、はい、いい家住んでるわ。地方かな、車で。観葉植物もちゃんとね。コーヒーでも満杯に入ってたな。コーヒー満杯、ほんとだ。もう行かない、もったいない、うん、あ、そうだ、遅刻しちゃうそんなことコーヒー満杯に入れて、あ、遅刻しちゃうって、そんなことあります？待って待って、何、あ、これで、あ、どっちか、あ、なるほど、うん、あ、アパートを出る、はい、さあ、わ、このパターンだ。でも割と都会ですね。本当だね、なんか、おお、あ、都会だね。いつもみたいに田舎じゃないぞ。でも車で行くんだ。どのぐらいだと、ね、横浜ぐらいかな。いや、いいとこ。俺意外と芝浦ぐらいの感じある。ああ、いいとこ住んでるな。怖、階段で行くか。エレベーター怖いんでね。エレベータートラウマあるかな。はい。うんうんうん。来るかもしれない。あ、そうか。あいつ来んだよ、本当。初手で。初手で。やばいですよ、それは。びっくりした。びっくりした。何？何の音？なんか。合ってるこれ、なんか分かりづらい家ですね。何今の、誰かの携帯みたいな、
暗っ。誰かいいんじゃない近く。電気なんでつかないのこのアパート。あ、ここでいける。 あ、音大きくなった。え、なに、あ、なんか落ちてる。誰かの携帯。あ、鳴ってるんだ。取った。ガラケーだ。ガラケー。暗いな。拾って。地下なシフトで走れるの。今ここ通る必要ない。そんなも出る。なんかどこか車で移動。駐車場ないの。あ、ちょっと明るい。あ、チャリ置き場がある。風強いな。雨降った後かな。ちょっと濡れてるね。あ、車あ、これっぽい。これだ、これだ。テリリテリリリリ。あ、あ、また音が聞こえる。テリリテリリリリリ。何の音楽だ。わかんないですか。これでいいんじゃない。アクション。鍵かなんか。なんか動いてません。なんか動いてる。何これ。わわわ、びっくりした。気持ち悪い。何？なんすか。ああ、人だ。人？男が何か探して。携帯じゃん。びっくりした。あ、すいません。すいません。気持ち悪い。気持ち悪いな。何かお探しですか？これを拾ったんですけど。あ、僕携帯電話の持ち主か。大丈夫、渡しちゃった。こいつじゃないの。気持ち悪いな。何？なんだこの人。何だけ気持ち悪い。仕事行く。気持ち悪い。持ち主じゃない可能性もありましたよ。あんま身分確認しないで。何で渡しちゃったかな。なんかチャリとか、チャリ盗んでたんじゃないですか、あいつ。可能性なくはないね。はい、着いたか。着いた。あ、ここだ。ああ。おっきい。はい。正面からでいいのかな。まあ、行ってみよう。こんなとこで夜から。しかももうバイトの時間過ぎてるっつったから、もう遅刻してんだよ、この人。はい。でもお客さんいなそう。お疲れ様でーす。お疲れ様ですじゃないんだよ。すいませんですよ。まずは。どっから入った？ここ行けんの？あ、これ行けんじゃないですか。行けた。誰も働いてない。広いな。自分の荷物を片付けて先輩に話しかける。怒られちゃいますよ。ゼロ二。うっ。先輩怖っ。めっちゃ見てる。自分の荷物を片付けて。まず私のロッカー。黄色くなってた。黄色。あ、下になんかある。黄色くなってたよ。違う違う違う。ロッカーで、ロッカーでもう中心。まずは。そこ。黄色く点。それ。あ、携帯電話。携帯だけ入れるんだ。でもあと一個なんか、うん、え、遅れてしまいました。すいません。お前気をつけろよ。次は店長にチクるからな。あ、男性。そうっすね。優しそう。先輩、本当にすいません。ありがとうございます。これから気をつけます、うん、で気をつけるだけじゃ足りないんだよ。あ、めちゃくちゃ手出してきた。めちゃくちゃしばくタイプの先輩だ。やばい人だ。遅れないって言えよ。めっちゃ言ってくる。分かったか。はい、もう遅れません。ぶち切れてるじゃん。お前オーダーの時あたふたするだろ。オーダーに困った時のために参考にビデオテープ取っておいてから目を通しておけ。はい、すいません。でもちゃんと面倒見がいいんだ。わかりました。そして間違えたドリンクはちゃんとゴミ箱に捨てとけよ。全部言うじゃん。ああ、ともう一つ。はい、携帯電話もろもろは必ずロッカーに入れとけ。喋り方何なの。はい、わかりました。そっか、携帯いじってダメなタイプのバイトだ。あ、帰ったもん。早く帰るの。あ、こういうバックヤードだ。帰ったもん。あいつ、ドア閉めてけ。先輩、ビデオ見るか。ホットドリンクのチュートリアル初日？右。そんな、これバイト出勤してまずこれ見るって相当できないですよ。見づれ見づれ。もうちょっとアップにできないの。しゃがむし。うわ、見づれ。ちょっと待って。覚えらんないな。やばい。これ覚えなきゃダメ。覚えないとこれやばいんですかね。
何早いですよ、なんか何やってんの今。ええ、ちょっともう一回見ましょう。もう一回見て。え、コールドドリンクでしたっけこれ。今ホットドリンクって、ホットドリンクか。はい、食べ物の中、食べ物からいきます。もうちょっとアップになんない。はい、オーダーステッカー、抹茶シオンケーキ。はい、そう、抹茶から開けて、で紙袋に入れて、はいはいはい、ああ紙袋取って、注文アイテム、あーこれで OK か。なるほどね、わかりました。オーダーシール、ふた、あ、ドア開ける、取る、袋に入れる、出す、うん、はい、 OK です。 OK です。食べ物は簡単。これは簡単。コールドドリンクの作り方。コールドドリンクね。あれ、入れてる。あれ、下にあるんじゃないですか。オッケー。ビデオテープって。まずオーダーステッカー。オーダーステッカー。ダークモカフラペ。コールドか。コールドカップ。透明なやつね。コールドカップ。でコーヒー、冷蔵庫、ん？ブレンダー。おお、すごいな。氷入れて、ブレンダーカップに氷入れて、うわうわ、早い早い早い。で、コールドカップ、カップ置いて、牛乳を入れて、氷を入れて、チョコレートソース入れて、ココアパウダー入れて、コールドカップつけて、ステッカーつけて。いや、むずいぞ。むずいなぁ。やめます。はい、お前、オーダーの時、あたふたするからな。あれ、船橋先輩だ。船橋先輩ね。ちょっともう一回、ホットドリンクだけ見せて。見とけ、チュートリアル。ちょっと、むずいって、これ。わかったか。ゲーム性がさ、こんなんあんの。オーダーステッカーは一緒ね。取るね。取る、まずここは取るだけね、まずね。はいはいはい。で、冷蔵。まず、ホットカップ取って。ホットカップ、コーヒー、牛乳。あ、牛乳を、ミルクピッチャーに、入れてスチームで温める。カップ置いて、コーヒー、ミルク入れて。あ、ホット簡単かも。簡単かもしれない。はいはいはい。オッケー。で、ステッカー貼って。俺できる気しないよ。やってみよう。まあちょっと、まあミスしてもね。やってみようかどう。しょうがないんで。はい。行ってみようかどうみたいな。で、ちょっとこれを見て覚えよう。うわ。こんなんだ。ダークモカチップフラペチーノはブレンドアイス、ちょっと待ってよ、コーヒー、ミルク、チョコレートソース、ココアパウダー。はいはい。コーヒーぐらいか来てほしいね。ドリップコーヒーはコーヒー、ラテはコーヒーとスチームミルク。わあ、これはでも後でもう一回ちょっと見に行こうよ、注文受けてから。まあ一旦ね、確かにこれ全部通ると。ああ、バンドエイジさん来てた。あ、急に音楽なってる。いらっしゃいませー、いらっしゃいませー。バッドエイジさんではないです。はい、チラーズコーヒーと言ったが、はい、こういう洒落た店は初めてなんだ。はい、うちはすべてドリップでコーヒーを入れているお店でして。あ、そう。はい、なるべくこだわっている代わりに少しお時間をいただく形になりますが。なるほどね、はい、そんな結構かかる。あ、いやでも、いやいいですよ、その二人のそのアドリブのそのやつ。思いつかないな。この店なんか変だな。大丈夫ですので、よかったら飲んでってください。うん、娘が好きみたいでよく飲んでるから来てみたんだが。あ、ね、あ、よかったです。飲み物は君に任せるよ。はい、わかりました。任せる。ああ、二つお願いするよ。はい、かしこまりました。なるほど。お飲み物二つでよろしいですか。ああ、それでいいよ。それにしても本当に不快だ。なんかあるんだ。はい、大丈夫ですよ。なんか、なジャケットのね、なんかボタンも掛け違えてるような気持ち悪さが。まあ、ちょっとずれてはあるけどね。掛け間違えてますが、大丈夫でしょうか。じゃあはい、すぐ作ります。お任せある。喋れ。オーダーシールみたいな。はい、あ、今光りました。下ってここ、それもう一個。はい、オーダーステッカー、はいはい、何になってんだろう、見て。確かに、どうやって見んだろう。イベントリーじゃないですか。イベントリー多分コーヒーとラテとコーヒー。あ、じゃあ簡単だよ。コーヒーはコーヒー、どっちもホットですかね。ホットだね。見てくれ一応、まあ、ラテはいや、ホット
コーヒーホットカップの、はいはいはい、コーヒーディスペンサーでしょ、はいはいはい、でその間に牛乳を、ああなるほど、はい、であのミルク、じゃあそっち、おちゃん、そっちダメじゃん、そっちじゃない、ミルクホットミルクの、これ左違います、さっき作っちゃえば、そのミルクポットに入れて、ミルクポット、ミルクポット、あなるほど、そっかそっか、なるほど、ミルクピッチャーだ、ミルクピッチャー入れて、あここに入れて、うん、でこうだ、そこで温めてできてる、あそれで押せばいける、あいけんのか、でミルク入れた、あミルク入れてないかも、じゃあ一回置いて、そこカップどこに初日だ、バイト初日、ちょっと、あー OK、 いたで、でもそれでラテ OK、 ラテ作っちゃうもん、あじゃあこれを置いて、はいはいはい、でそれ入れて、おて入れた、入れた、じゃああと蓋して、入った、入ってます、入ってます、そうつこうか、違う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 、変わるか、だってここに置いて蓋してたよ、左バイ、あーここで蓋か、うん、お前は容量が悪い子だな、ほんとに、蓋どこにあんの、蓋はあそこの、あこっちか、あそれだ、それにかけて、はいはいはい、であのシールだ、シール貼って、シールラテのシール、ラテのシールはどこ、イベントリー、イベントリーです、あ、そっか、ここにシールを貼りますよ、はい、はい、それでラテ、コーヒーじゃない、あ、コーヒーじゃないね、あ、ラテ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 、はい、はいはいはい、オッケー、で、できた、で、今のインベントリー、はい、あ、なくなってるか、できたと、オッケー、じゃあ、その、あっちに置く、一個ずつ、はいはい、いや、これは本当バイトだな、あ、なくなっちゃってる、あ、できて置いてあるってことか、いや、違うでしょ、どこに行っちゃったんだ、今手に持ってんじゃん、あ、それで置けるのか、置けないね、置けない、ん、まあいいのか、じゃあできて完成して置いたのかな、まあ一旦じゃあコーヒー作ります、ここに1個置いてあるもんね、謎、最初さっきからずっと置いてた、置いてましたよね、どこ行った、どこ行ったでも、あれこれはコーヒーだけこれでいいんだ、うん、それで完成だ、オッケーオッケー、で蓋して、ここに置いて、蓋して、これを蓋をして、シール貼って、シール貼って、でシールを、はいはいはい、オッケー、でそれがどこ行っちゃってんだよな、あ今、あれあれ、ああもういいのか、完成した時点でもう渡しちゃってるんじゃないですか、そうかもしれない、そういうことか、だって言っちゃいましたもんね、はい、お待たせいたしました、そっか、待たせすぎてぶち切れて、ぶち切れて、いやこれはできてるよ、これすげー、まあまあでも、うん、まあ容量得ればね、ミルクピッチャーだらけになってな、ミルクピッチャー、あ、また来て、来ましたよ、お客さん、よし、はい、来た、頑張ろう、次は、はい、素早く頑張ろう、いらっしゃいませ、はい、いらっしゃいませ、若い女性、ストッキング女性、サランさん、さん知ってます、ストーカー事件が増えてるんですって、最近ですか、聞いてなかったです、そうなんです、怖いわよね、私なんかほらこんな感じだから気をつけないと、いや確かにサランさんぐらい魅力的な人はそういうのも気をつけないといけないですよね、男の人みんないつも見てくるから、すいません僕もチラチラ見ちゃってあなたも、はい、すいません本当にそういう流れ、まあ、私ほどじゃないけど気をつけたらいいわ、はい、そうですね、無駄口畳んでんじゃねえぞ、あすいません先輩、ずっといるな、帰ったと思ったら飯島先輩、船橋だダークモカチップなんかむずそうだぞ、チラペチーノですか、チラペチーノ、ダークモカチラペチーノですね、了解いたしました、ダークモカチラペチーノ、少々お待ちください、オーダーシート取って、ちょっと一回メニュー見に行きますか、一旦上だ、一旦後ろ、はい、ストップ、ダークモカチラチーノ一番上だ、ブ ブレンドコーヒーブレンドアイスだ、ブレンドアイスにーーブレンドアイス、ちょっと書いておいてほしい、ブレンドアイスにコーヒー、ミルク、チョコレートソース、ブレンドアイス、ブレンドアイスっていうのがあるの、あのアイスボックスみたいなのが取ってたね、なるほど、
砕いて、あコーヒー、うん、コーヒー、ミルク、チョコレートソース、ココアパウダー、ミルク、チョコレートソース、チョコ、ココアでいいよ、チョコ、チョコ、ココア、はいはい、はい、行ってみましょう。まずはその氷からですね、ブレンドアイス、氷を取って、でそのそれにブレンダーカップに入れます。あ、置いて、入ってるかな、あ、はい、ガチャガチャ、その間にコーヒー入れましょう。はい、はい、コールドカップ、コールドカップ、コールドです、コールドにコーヒーを入れます。いや氷入れてからじゃん。なるほど、いやさっき大丈夫だったよ、コーヒー入れてたよ。順番は不動なんだ、はい、コーヒー入れました。でミルクと、あ、はい、はいはいはい、で、で氷入れ、氷入れる、入れたな、入れた、でミルク、はい、牛乳、これは冷たくていいんですよね。はい、はい、ミルク入れます。チョコレートソース、チョコ、チョコソース、はい、チョコレートソース、あ違う、こっちだ、そっちかな、あ、ありましたね、はい、入りました。でココアパウダーですね、ココアパウダー、ココアパウダー、はい、はい、こっちだ、これはここ、あー、そういうことか、はい、それ入ったね、今入った、入りました、うん、じゃあそれで蓋閉めて、早い早い早い、慣れてきた、いいんじゃないですか、慣れてきたぞ、いいぞ、でシール、はい、タブで、あれダークモカチップチラペチーノ、はい、お、ブブってなった、コーヒー、牛乳、あ、あ、あ、チョコレートソース、ここあれブレンドアイス、あ、ブレンドアイス入ってない、ここにある、あー、あ、じゃあ置いて、氷入れてみたら最後に、ダメなんじゃない、まだいけますよ、あ、これいけたら、確かにこれでいいよね、あ、ダメか、あ、ダメだ、砕いてないんじゃない、だからそれ、これをブレンダーカップ置いて、そこ下下、あー、砕いてない、下に置いて氷入れてだよ、そのなんか雑にやっちゃってんだそれ、なるほど、だから一番むずいな、全部プレちゃんと場所に置かなきゃいけないから、なるほどね、これを、はいはいはい、違う違う、あ、ブレンダーに氷入れたいんじゃない、だからブレンダーカップをそこに置けない、あ、なるほどなるほど、そこ下下下、うん、あ、で氷入れて、その持ってる、なるほどなるほど持ってる氷を、悔しい、調子良かった、いやでもまだ間に合うんじゃん、あー、ほんとだ、で、入れる、この音がややこしいですね、うん、できてると思っちゃったわ、いけてる風に、ここでできんの、あー、だからこれでここにカップ置いて、間に合うか、あ、ダメだ、置けない、あー、もうダメなんだ、蓋閉めちゃったから、そうか、あー、じゃあ捨てる、力いくか、これまた力作るか、お客様少々お待ちください、すいません、ねえ、いつまで待たせるの、すいません、いや、あれ、はい、少々お待ちください。まずカップを取ります。いや、いいとこまで行きましたよ。いいとこまで行ってる、はい。はいはいはい、OK。入れて。で、氷。氷取って。はい。で、すくう OK。あの、そのブレンダーカップ取って、置いて。置いて。で、そこに。氷入れて。で、氷を入れて。はい。先に置いた方がいいね、ブレンダーカップを。なるほど。うん。確かに確かに。で、OK。で、それで、それにミルク入れといて、ミルクを入れる、はい、牛乳入れます、はい、完璧、はい、で、チョコレートソース、で、次チョコレートソース、はい、入りました、はい、ココアパウダー、早い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 、はい、入りました、はい、で、最後にブレンダーアイスを、ブレンダーアイス、はいはいはい、それだ、入った、あれ、え、入ってない、いや、それ2個目だよ、あれ ?2 個入っちゃった、大丈夫か、大丈夫か、多分1個しか入んないね、で、シール、あれ、ホットも、ホットじゃん、あ、1回置かないといけない、やだよー、やだよ、捨ててよ、ちょっとポッケがOK、よし、これで OK じゃん、で、シール、開けてみて、おー、だから言っ
たじゃん。一瞬一瞬して。どれどれどれ。見て。どうなんだよ。絶対最後なんか2個ほら氷に入っちゃったんですよ。コリコリ。コリコリだよ。おい。ちょっと。貸してみろ。バイト。貸してみろ。はい。面白い。お、流れるようなおお、早いはい、さすが宇野橋先輩やおお見とけ。あ、もう早いわ。オッケー、これでオッケーだ。冷蔵庫開けっぱなし。早いな。早い。イベントに。タブ。で、シール。先輩、なんだよ。先輩ちょっと、なんだよ。先輩。なんだよ。ちょっと確認させてもらっていいですか。確認ってなんだよ。何？先輩氷が入ってないですよ。氷入ってない。氷入れてなかったわ確かに。先輩。氷あれあれ氷入れてなかった。氷入れてなかったです。おかしいな。先輩すみません、先輩がつけたの。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ。社長お待ちください。すみませんすみません。いやもうぶち切れてる。もうや。コーヒー入れる。ちょっとだから分かんない、入れたか入れてないかが分かんない。そうですね、そこで首だよな、こんなやつ。めちゃくちゃ苦情来てますよ。氷2個ふすくって、じゃあそこじゃあやつ。はいはい、はい、ではい、OK。 これでいいのかな。はい、これはここまでは OK で、ね、OK ですね。できれば先にこれ入れちゃおう。で、確認しよう、持った。それで入ったんですね。で、コーヒーカップ持つ。入ってんのか。そう、隣、右右。そうか、一回か確認。あ、入ってないよ。あ、ブレンダーアイス入ってる。入ってる。オッケー、よしよし、オッケー。え、そのややこしいから一回それ全部捨てません、持ってるの。どいつ、あ、なるほどね。チョコレートソース。チョコレートソース入ります。牛乳。牛乳入れました。あ、まだ入れてないです。はい、牛乳。オッケー。で、ココア。ココアパウダー。ココアパウダー。オッケー、オッケー、オッケーですね。今回さすがにね、これ3回ミスってますから今頼むぞ頼むぞ。おー、はい、し来た来た来た。あー、はい、お待たせいたしました。 あ、店内なんですか。あ、車来たよ。え、ちょっと捨てらんない。私持ち物ちょっと捨てましょう。捨てて、それ捨てて。誰がミルクピッチャーコピーしてたやつ。おめえか。備品めちゃくちゃ捨ててる。後で仕分けしますから誰だここにミルクピッチャーすげえ捨てたやつ。全部捨てた。備品だぞ店の。すいません。あ、うわ、最悪だ最悪。ちょっと、ま、学生だ。学生たち来ちゃった。やべやべやべ。車じゃなかった、さっきの。お姉さん女性だった。あ、女性なんだ。あ、私でしょ。うん、あ、私女性です。俺抹茶ケーキ。はい、抹茶ケーキ一つ。メモっとけバイト次のお客様はソルティッドキャラメルモカ。ソルティッドキャラメルモカ一つ。はい、はい、抹茶フラペ、抹茶クリームチラペチーノ一つ。抹茶クリームチラペチーノ。抹茶シェアしようぜ。クリームシラペチーノ。シラペチーノ。パンプキンケーキ一つ。パンプキン。はい。キッズコアで。いや、ちょっと多いな。え、今お金なんかそれ先言えな。そんくらい怒ってやるよ。本当は何が伸びたいんだよ。え、キッズココアじゃない。ちょっと待って、いいから言っとけ。こいつをお金持ってるからさ。いや、そんなんじゃないけど、でも、ほんと何でもいいぜ。早くしろよ。
本当はホワイトモカ、ホワイトモカキッズココアじゃなくてホワイトモカね。キャンセルよろしいですか。値段買わないでしょそんなに。ホワイトモカ食べ物はそこまではいいよ。仕方ない、食べ物は俺様がおごってやる。すげえおごってくれるじゃん。ケンタいいやつなのかな。アメリカンワッフル、うわ多いな、はい、アメリカンワッフル一つ、ワッフルな、はい、ワッフルな、あふ二人ともありが、おいどうしたんだ、どこ見てんだよ、何、怖い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 、何よ、音ですか、音、どんな音だよ、俺も聞こえなかったけど、うん、あーいやいや、なんでもない、本当にありがとうね、よろしいですか、大丈夫か、いいならいいけど、まあ気のせいだろう、そんな時もあるよな、ギャハハハ、お姉さん俺決めたわ、おい、まだあんのかい、はい、アップルパイ一つ、大丈夫、全部お会計どうされますか、一緒でいいよな、ああ、はい、あ、助かります、ちょっと待って、え、どれか、ちょっと待って、今、え、抹茶、抹茶ケーキ、うん、抹茶ソルテッドモカ、うん、抹茶クリームフラペチーノ、パンプキンケーキ、ホワイトモカ、アメリカンワッフル、アップルパイ、これだね、これだね、どう考えてもね、おお、で、よろしかったですか、全部覚えてるなんてさすがっすね、いや、レジに言ってるんで要素がな、そんじゃ、お願いします、いや食べ物からいきますか、食べ物からいくか、抹茶、オーダーシートどんどん取ってって、確かに、はい、OK、 あと1個、OK、 7個です、そうですね、そこ抹茶、しゃがむんじゃないですか、あー、いいのか、大丈夫、アメリカンワッフルあります、アメリカンワッフル、アップルパイとアメリカンワッフルあります、はい、袋に入れる、で、それケーキ貼る、今何だった、シール貼る、アメリカンワッフル、アメリカ、それだ、置いた方がいいんじゃない、袋、袋どこやりました、もう今の OK なのか、じゃあここに置いて、うん、入れて、アメリカンワッフル、アメリカンワッフルの、え、これはい、OK、 ナイス、はい、少々お待ちください、これ楽しいかもねこういうゲームは、こういうゲーム確かに、うん、はい、パンプキンケーキもある、あります、パンプキンケーキ、そこで貼っちゃってもいいんじゃん、いや、置けないとね、いや、置いたままにしといて、あ、なるほど、これ何だった、パンプキンケーキ、はい、パンプキンケーキお待ち、はい、お待ち、えお待ちどうさままで言えよ、ごちそうさまでした、アップルパイもありました、アップルパイあります、はい、アップルパイ一つ、すごい豊富だな、フードメニューが、で、そこに置いたままで、なるほど、アップルパイここで貼っちゃう、なるほどね、はい、で、持ってく、で、持ってく、あ、ダメだ、ここで、ごめんごめん、はい、お待たせしました、これで、抹茶ケーキですね、これでフード全部出た、あ、あと抹茶ケーキ、抹茶ケーキはこちらになります、いや、違う、左じゃん、左の、左、一番左のドアじゃん、そこだ、あ、それ、あ、それです、え、抹茶シフォンケーキ、ここは、ここにある、抹茶シフォンケーキ、そうですね、あ、じゃあ抹茶シフォンケーキ、はい、はい、OK、うん、少々お待ちくださいはい、こちら抹茶シフォンケーキ、桃の、うわ、この引っ掛けね、うわ、危ね、今の、はい、抹茶シフォンケーキお待たせいたしました、はい、フード全部出たか、はい、出ました、ちょっとお待ちください、あと、あれ、飲み物3、ん、あ、いいのか、飲み物3つか、はい、飲み物は抹茶チラペチーノとホワイトモカとソルテッドキャラメル、はいはいはい、まあ、これまた書かないといけないね、え、これ消しちゃうのか、あ、いいよ、これオーダーステッカーあるから、あ、オッケーです、うん、抹茶、まず抹茶クリームチラペチーノ、はい、ブレンドアイス、ブレンドアイス、ミルク、ミルク、はい、抹茶パウダー、はい、ホワイトクリーム、ホイップクリーム、ホイップクリーム、はい、はい、オッケー、はい、さあ、そしてあとはソルテッド、ホワイトモカ、ホワイトモカいくよ、はい、ホワイトモカ、コーヒー、コーヒー、スチームミルク、
スチームミルク、はい。ホワイトチョコソース。ホワイトチョコ。うわ、美味しそうだな。美味しそう。はい。はい、あと、さあ次が、ソルテッドキャラメルモカ入ります。はい。はい、コーヒー。はい。スチームミルク。スチーミー、はい。はい、キャラメルシロップ。キャラメルシロップ。ヘーゼルナッツシロップ。ヘーゼルナッツ。はい。チョコレートソース。チョコ。はい。チョコソ。チョコソ。はい、はい。さあ、お前できるか？抹茶からいきます？抹茶クリームフラペチーノからいきます。それはアイス。アイスです。コールド。コーヒー入れんだっけ？入れない。入れないです。じゃあまずはクラッシュアイス。クラッシュアイス。はい、もうそれはね、お手の物ですから、いいですよ。2回すくったな、こういう。危ない、捨てないと。はい、OK で、はい、ミルク。はい、ミルク。ミルク、はい、ミルク入ります。はい、OK。 コーヒー入っ、あれ、アイス入ってんの？アイスまだです。で、次、抹茶のやつ。アイス、これ抹茶パウダー。アイスまだ入ってないですよね。先に抹茶パウダー、先に氷。はい、入った。で、抹茶パウダー。抹茶パウダー入れた？入れたよね。入れてない、今入れた。はい、で、あとホイップ。あ、それ あったホイップクリーム。よし、ちょっと確認しまーす。はい、牛乳ブレンドアイス、はい、抹茶パウダー、はい、ホイップクリーム、はい、OK です。ホイップクリーム、 OK です。はい、できた。じゃあ蓋閉めて頼むぞ。いや、さすがに合ってる、さすがに合ってる。嬉しい。いいのか。はい、はい、お待たせいたしました。ホット2つ。はい、ホワイトモカいきます。はい、ホワイトモカいきます。はい、コーヒーです。はい、コーヒー入れます。次、スチームミルクです。はい、ミルク、スチームミルク作っとけ、はい、今のうちな。あ、違います、違います。あ、違います。そうか、ミルク入れてか。あ、こう。あ、こうか。はい。あれ？あれ、ミルク。あ、ここに入れんのか。あ、豆乳だ。危ね。あ、やばいやばい、持ち物が大変なことになってる。はいはい。よしよしよし。スチミー。で、ホワイトチョコのなんかあります。じゃあこれを、はい、まず入れて。これまずい、入ってないかも、牛乳入ってないかも。あ、そう。あ、あったかいやつですよ。あ、それだそれだ。はい、はい、入りました。で、そのホワイトチョコソースみたいな、あ、それかな。はい、はい、OK、 それで OK です。はい、はい、できました。カップかぶせて。はい、 OK、 いいですよ。いいよ、流れるようになってきたよ。で、ホワイトモカ、はい、はい、OK、お待たせいたしました。一旦捨てません、備品。一回、あの、ミルクポット、ミルクピッチャーここにいっぱい捨てないと。なくなっちゃうよ。こんなってる。この店が。あ、危ない。え、あれあれ、あ、びっくりした。捨てんなよ、オーダーステッカー。牛乳とかも、まだ入ってんのに。豆乳ももう、パンパンの豆乳。やめだこれ。豆乳まだ入ってんのに捨てたやつ。おー、すいません。お、1個作るたび。はい、次、ソルテッド。難しいの。これホットですか？ホットです。コーヒーまず入れましょう。まずコーヒーです。はい、で、続いてスチームミルクです。はい、作っとけ。まず、そう、ミルクをセットして、そこに、で、で、牛乳、そこに入れる。牛乳、はい、はい、で、入れる。はい、で、続いてキャラメルシロップです。はい、キャラメルシロップ、はい、キャラメルソースか、ごめんなさい。キャラメルソース、はい、入れました。シロップもある。やべえ、あ、でも、シって書いてる。キャラメシって書いてるんで、多分シロップです。キャラメルシロップ、あー、じゃあ、はい、で、続いて入れてない、ソースは大丈夫。ソースは入れてない。で、ヘーゼルナッツです。ヘーゼルナッツ、はい、はい、で、最後にチョコソースです。はい、はい、それでオッケーなはず。で、ミルク入れます。うわ、そうか、2個あんのか。入ったか、キャラメル入った。いや、持ってない、持ってない、持たないと。入ってるよね、お金持たないと。それで見れば、
コーヒー、シミル書いた、キャラメルシロップ、うん、ヘーゼルナッツシロップ、うん、チョコソース。オッケー。いやちょっとこのキャラメルシロップじゃなかった時やばいな。ソースだった場合。でも合ってるよな。もう一回見に行くか、そしたら。いや、いけますいけます。だってす。はい、おーしよ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 し。準備じゃん。おい。え、いけた？おい、帰り方どこ？一回見ながら。いやバイトしてるな。女性店、女性のお客さんもいなくなった。いなくなりましたね。あいつは車で来てる。来てる。学生、学ランじゃなかったですか？学ランだったもん。でも18歳。ああ、成人年齢が、ああ普通は、うん、そうか、車はそうか。あ、来たの、ガクさん。え、これただ、え、ただただコーヒー作ってるだけだけどな。はい、こんにちは。ラテを。八作さんだ。八作ラテ。ラテだ。じゃあまずあのシール取る。シール取って。ラテはラテはコーヒーとスチームミルク。ラテはやったか。はい。ラテなんか一番簡単なんですよ。はい。はい、いいね、こういう簡単なのいいんだよな。スチームミルク。スチームミルク。はい、完璧。オッケー。早い早い早い。まあ、それ一人で回してりゃこんぐらいになるか。うん、はい、オッケー。早い。でもこれは早いよ。いいよいいよ。いいねー。はい、早い。お前も慣れてきたじゃねえか。なあ。はい。なあ。俺は探偵だ。探偵？探偵さんでございますか。怪しいやつを見かけなかったか？怪しいやつ？本日は特に見かけておりません。そうですね。最近事件が増えて依頼が殺到している。はい。お店で何かおかしなことはなかったか？特にありません。何かあったら電話してくれ。はい、わかりました。トラブルに巻き込まれたくない場合は早めに閉店することをお勧めする。何それ。しかしあの閉店時間というものが決まっておりますので。いや、それでも注意してるんだよ。ありがとうございました。新手のナンパみたいな名前だと。ああ、そういう可能性もあるか。え、床を履く。あ、別の仕事だ。お客さんがいないから。あ、何そう、右。え、何これ、汚れてるね。汚れ、あ、汚れだ。それ汚れな。じゃああのあれですよ、掃除器具はありましたよ、6階にありましたよ、6階。その辺も汚いとかがいっぱいあるわ。なるほどなるほど。あ、か、あ、それ汚い箇所、場所だ。5箇所あるってことだ、うん、汚い場所が。あの高校生取ったとこか。そんなドロドロの。そういうことだ。ほうきでいいのかな。これはいいのか、うん、はいはい、はいはいはい。うわ、すげえな、しっかり押しっぱなしやん。あ、押しっぱなしだ、はい、一箇所、はい、あと来た、ほら高校生、高校生泥だらけで食っかんな。いや、そんななる、マジで、はい、すげえな。こちらもあの女性が座ってた、はい、あの女性も泥だらけだから。どういうよこれ、はい、これ、はい、お客さんを来る前に早くしなくちゃ。はい、ラスト、どこですか、あとは。あとどこかあるかしら。ないぞ。あった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 。めちゃくちゃだ、埃が溜まっちゃうのよね。あっ、びっくりした。何何、停電、停電だ。怖い。何、なんかある。え、いや、何これ。いや、あのビデオテープが変なのしに。ああ、怖い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 。停電だ、びっくりした。ブレーカー探しましょう。ブレーカーなんてどこにあったら。後ろだよね、楽屋の方だね。最悪じゃん、一人の時にこんなの。マジで最悪だよ。なんとか見える、ね、あ、でもこれでレジはついてたな、ブレーカー。レジはほら、あの、あ、落ちるとシステム落ちちゃうから。どこだ、さらに一個後ろか。あ、え、どこ、さらに一個後ろの部屋じゃん。あ、なるほど、こっちだ。暗っ。開いたけど暗いな。あ、オッケー、見える。ないのかな、懐中電灯とか。あった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 。あぶねー、コンタクトが。誰だよ。
残してる。牛乳？おい。どういうこと？捨てないと、そんなのは。あ、牛乳。え、気持ち悪い？なんで？なんでそんなことになってる？気持ち悪いな。あー。やばいやばいやばい。どうしよう。不穏だな。これでも衛生的にちょっと捨てないとな。捨てましょう、そんなのは。いいの？なんかアイテムとして。ちょっとこっちも見ていい？あ、終わった、またあんだ。全部拾うってこと？なんで落ちてんの？なんで落ちてんのって。なんかそれ下はなんかありますよ、その下。それ。何？何気持ち悪い？何？てん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 。気持ち悪い。何それ？もう牛乳全部拾いました。怖いな。怖い。捨てるまない。捨てられない。トイレ行きます。やだな。何かトイレに異変がないか確認しないと。なんかこっち怖いな。あ、綺麗なトイレ。綺麗だねトイレね、うん。落ち着きそうだねこれね。はい。特に何も起きない。自分が映ってなかった今。そういうこと？鏡に、うん。そういう怖さ。あ、上何？上何ある？有線つけよ。あ、お、監視カメラ。牛乳邪魔だな。風邪、牛乳邪魔だ。一回牛乳カメラ見よう。牛乳と牛乳どうにかできませんか？冷蔵庫とか入れられませんか？あ、なくなってる牛乳が。戻す。戻せんだ。牛乳捨てすぎた。なるほど。あ、よかったよかった。なに？なになに、何の音？11月15日、俺らの誕生日の5日後だ。遠いな。それは言わなくていいよ。え、監視カメラは何だったんですかね？何の視点？知らない天井だ。知らない天井。これ、あれじゃないですか？バックヤードじゃないですか？また知らない天井。動かせないよ。え、何怖い気持ち悪い。何？え、何今の？家？ね、あの置物あそこにもあったんだけど。確かに。バックヤードにも。え、気持ち悪い。何これ気持ち悪い。紫の変なやつ。ね、なんだこれ。猫？え？カメレオンみたいな。めっちゃ気持ち悪いですね、これも。え、でも、特に、やっぱコーヒー好きなんだね。上行けない。もう、バイト行くか。うん。玄関ないじゃん。待ってって何ですかね。やだな、またあの外出んの。うわ、やだな。またあいついるのか？早くお店来てえな。な、監視カメラ気になる。なんか映ってたのかな。今日も車で。あ、今回は、ね、今日は遅刻してない、ない。携帯なんないね。今日は遅刻もしてないんじゃないですか。してないです。はい。なんか早めに起きれました。ちょっと動きがビビってるな。そっちやんかね。あ、こっちか。これで右か。はい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 。あの変なやつもいたら嫌だな。探偵にあいつ、あ、でも店の周りじゃないか。確かに変な人だったね、あれ。はい。いる？今日いないな。いないっすよね。いないっすね。今日はいない。さすがにね。はい。よし、じゃあ仕事行きます。よし、俺たちは純粋にバイトがしたいんだよ。そうなんでバイトしたいんですか？ここ にぎわってない時間に来んだね。お疲れ様でーす。いるね、先輩。空いてる。いる。お疲れ様でーす。はーい。携帯のみ置いて。はい。で、話しかける。お疲れ様です。おい、マジかよ。はい。また遅刻かよ、寝坊か？いや、遅刻してる。間に合うと思ったんですけど、すいません。だから、すいませんじゃないって。ああ、めっちゃ暴力はすいません。2回目だぞ。2回目なんかい。はい。もっとやる気出せよ。三男の俺でさえこんなにしっかりしてんだぞ。いや、家族構成は知らないです。怒ってなさそう。なんだお前。ママに起こしてもらえないのかよ。一人暮らしなので、すいません。そんな怒ってなさそう。今日機嫌いいな、多分。
よかった。あんま怒ってなさそう。すみません。あ、でも帰ったんだ。早っ、帰るの。あいつドア開けっぱなしで行くから。そんな落ちてました？下。あ、閉めてある。もう一回。はい、OK。なんもないですね。これは大丈夫。お着物ありましたね、本当に。紫。うわ、いるわ。びっくりした。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃい。ジェイムズ。え、おいおいおい、コーヒーとアメリカン。ホワイト、ワッフル、アメリカンワッフルとアップルパイとキャラメル、キャラメルスコーン、スコーン、めっちゃ食うじゃん。コーヒーとアメリカンワッフルとアップルパイとキャラメルスコーン、はい、です。書きました。はい、了解いたします。もう一度ゆっくりお願いします。すいません、早すぎましたね。あ、まあ、確かにね。コーヒーとアメリカン、いやもう大丈夫ですよ、僕書いてるんで。あ、もう大丈夫ですよ。アップルパイ、はいはいはい、と、もうあの書いてる、キャラメルスコーン、はいはい、です、はいはい、ヨーヨーって何。あ、だもういいですよ、yeah. 注文は以上です。そこもゆっくり喋ってるけど、はい、はい、注文4つ入りました。で、飲み物1つ、じゃあ楽、めっちゃ楽。そうですね、食べ物3つと飲み物1つ。コーヒーはもうすぐ出せる。いいよ、コーヒー作ってる間にな。ああ、いい、手慣れてるね、もう。アメリカンワッフルとアップルパイです。それ2個。はい。早い。それどっちでした？アメリカンワッフルでーす。はい。はい、オッケー。はい。ありがとうございます。いいですね。で、そこでコーヒー渡す。なるほど。いい。飲んでる間にね。他のも出せると。慣れてんの、素晴らしい仕事、うん、いいじゃん、はい、でアップルパイと、はい、あ、アンプキンケーキ、あーあー、廃棄が、廃棄増えたな今。少々お待ちくださいませ。アンプキンケーキもったいね、捨てられるやつだ。 でもまだ誰か来るかもしれないから残しとく。確かに、キャラメルスコーンです。はい、キャラメルスコーン入ります。はい、はい、お待たせいたしました。どうもありがとうございました。 No problem, James。 日本語上手ですね。日本に住んで15年以上経つんです。あ、そうですか、うん、長いですね、うん。私は毎回コーヒーを頼むのですが、yeah. 最近味が違うことがあるんです。え、大丈夫ですか？よよって何？お姉さん、よ、うん、ここは何か変ではないですか？よよって何？あの船橋ってやつ、あいつ大丈夫ですか？あいつのせいか。このお店は何か、何、あそこにいる彼は知り合いですか？ちょっと待ってくれ、待ってくれ。どれどれどれ、怖えな、ジェームス。え、怖いる、いないですね。私の気のせいだったかもしれません。ジェームズ、ジェームズ最悪よ、それは。お姉さん、もしかしたら呪われてるかもしれませんよ。ジェームズ最悪のこと、一人なんや。はたまた私が呪われてるかも。最悪のジョーク。なんて。すいません、もう行かないと。おい、行くなよ。いや、また。最悪やな、ジェームズ。二度と来ないでほしいわ。Thank you, James. 最悪。Goodbye. マジで最悪。え、誰かいんの？誰かいるって言ってたような気がするな。あれ、お客さん来ないですよ。あ、客を待たせてる。怖っ。え、だっていないじゃん。え、え、オーダーシート。怖い怖い怖い。え、オーダーシート。あ、来た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 。今来た。あ、びっくりした。びっくりした。もう気持ち悪いぞ。怪しい人。怪しいやつだな。はい、いらっしゃいませ。やばいぞ。いや、意外とただおしゃれなあんちゃん。あれ、え、なんかでも今黄色出てますよ。いらっしゃいませ。黄色出てましたよ、オーダーが。え、オーダー、何、何が通ってます？何、え、え、3つ通ってる。何も喋ってないね、あの人ね。バニラチラペチーノ、え、え、牛乳、
牛乳。牛乳単品してんなよ。牛乳単品2つ。バニラチラペチーノか作ってもバニラチラペチーノ。バニラ初ですね。バニラ少々お待ちください。はい、バニラチラペチーノは、はい、ブレンドアイス、ブレンドアイス、はい、ミルク、ミルク、はい、バニラシロップ、はい、バニラパウダー、バニシロ、バニパウ、バニパウ、はい、はい、牛乳のみ、うん、いる？ソース、まだいるな、まあ、コールド、牛乳好きな人なのかな。牛乳2つ作っちゃおうか。でもさ、たまにさ、マックとかでもさ、牛乳頼む人いるよね。ああ、ありますよね、普通にパックの牛乳とかも。これどうなってる？あ、OK、うん、へー、なんだこの人はもう無言でもう決まりのを頼む人、モバイルオーダーみたいなのかもしれないですよ。あ、なるほど。ネットで頼んでて、でスマホだけパッと見せてね、はいはい、はい、OK。 牛乳2つだ、もったいね。普通にコンビニとかで買った方が安いのに絶対、うん、家で飲んだ方がね、うん、でももしかしたら、はい、バニラチラペチーノに入れたいとか。あ、なるほどなるほど、うん、はい、オッケー。あとはバチラペチーノ、アイスカップですね。にクラッシュアイス、クラッシュアイスです。ブレンドアイス、はい。捨て2個と2個すくったな。もうあの スコップみたいなやつもないですよ。めっちゃ捨ててるもん。はい。ミルクスチームのやつとね。次、はい、ミルクですね、はい、はい。で次バニラシロップです。はい、バニラシロップ、はい、とバニラパウダーです。その右かな、右、はい、はい、OK、できました。ホイップはなしで大丈夫ですか、はい、大丈夫ですね。うん、蓋閉めよう。オッケー。はい、まもなく出ます。はい。はい、オッケー。はい、はい、お待たせいたしました。はい、あ、店内の人だ。店内ですか？そこあの見えませんので、死角に行かないでください。ちょっと怖いので一人だと死角には行かないでください。怖いな。あ！びっくりした。はい、イケメンお兄さん、こんにちは。イケメンお兄さんだ。君、かわいいね。連絡先をこうして、おお、え、見たいもの。気持ち悪いですね。気持ち悪いですね。気持ち悪い。そうやって帰ってきましたね。その生き方だった。連絡先、あ、もういいですよ。ご注文は、君のハート、なんてね。あ、出た、エボリューションだ。本当だ、星ついてる。本当だ、ゴージャスさんだ。はあ、そうだな、君のおすすめがいいかな。っていうか君、何ちゃん、名前教えてよ。すげえグイグイ来るな。おすすめは期間限定のダブルチョコレートフラペチーノになります。いや、ちょっと待って、そんなある。チラペチーノになります。チラペチーノね。そっか、名前と連絡先は。すげえグイグイ来るじゃん。ほら、僕、俺ってイケメンじゃん。だから結構モテちゃうんだけど、今がチャンスだよ。すごっ。え、連絡先でもね、どうします。いや、普通にもう流して、しはい、流しましょう。はい、注文にします。人が下手に出てあげてんのに、なんだよその態度はよ。やべえやつじゃん。しらけたわ、もう帰る。帰れよ。そっちは出口じゃありません。何、気持ち悪い。そっち出口じゃありません。何、気持ち悪い。何してんの、気持ち悪い。何してん、見たいもの。いや、見ました、見ました、見ましたよ。はい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 。あ、見たんで、タクヤさん。それ見たんです。再現いらない。同じことして。ゴミを出してテーブルを拭く。はい。何だったんだよ。ゴミを出してテーブルを拭く。ゴミを出す。これか。マジ何だったんだろうな。ゴミを出す。そうですね。あ。
あった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 、一個ずつ、一個ずつ持ってない、あ、持てる持てる、よしよし、三つで外かな、近出んだ、はいはいはい、車が今行ってる、これ車、なんでこれエンジンの音みたいにしてんだろう、そこにだね、ここに、はい、まだある、はい、はい、OK、あと4つ、いや左から入れない、左そこのドア、あーこれか、入れるわ、ゴミ袋とかない、右とか、テーブルでも拭くやつ入れますよね。あ、確かに。雑巾。雑巾。うん。持ってく。雑巾で拭くなよ。店の中の。その後ろ後ろのゴミ袋はゴミ箱どうやるの？できない。できない。あ、だからあと白でいいんじゃないですか。白がよ。あ、そうか。服を。あ、そうだ。その汚れ合わせてだ。そう、これ拭けばいいんじゃないですか。これ4つだ。はい。拭いてます。あ、なるほどね。雑巾で拭くなよ。雑だなあ。まあ誰も見てないからな。あれ、これ何？写真。気持ち悪い。あれ、私じゃない？うわ。私じゃない？うわ。外からの私？あいつだ。あの。あいつ牛乳？いや外からの私ですよ。外ですかこれ？であのほら彼がっつってたじゃん。彼も知り合いですかって。ああ。あいつはやばい、危ないじゃん。そっち側とかいない？行く場所。あと2箇所あります。ある、あと1箇所。あと1箇所ですね。あった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 。危な。危ないよ。シュク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 。はい。お仕事完了。うん。何を変な音。11月27日。約2週間後。はいはい。え？なんすか？家。なんかあります？気持ち悪い。なんか隣の音とか。なんか変な音か。隣の家だ。うん、あるよね、でもそういうことね。いや、今日は遅刻してないでしょ、さすがに。今日は大丈夫でしょ。ここが一番怖いんだけど。ここは歩いてくの。確かに。こんな。真っ暗の中怖いっすね。だからやっぱあの最初の男なんか関係してるんですよね、結局。怖いな。3回、あびっくりした。ふざけんなよ。すげえスピードできた。ふぅじゃねえよ。ってきたね、マジで怖かった今。ちゃんと前見て歩きなさいよ。全く最近の若い人。マジでふざけんな。すいません。なんでこのベビーカーでさ、怖いって。ん、どいてくれないですか。喋れるじゃん。喋れない。喋れない。怖いってマジで。怖かった。シャーッ。お化けだよ、もうそいつは。誰かいます？いなそうっすね。今日はいないね。いない。はい。怖いな。はい。大丈夫。はい。遅刻しちゃいますよ。はい、あ、はい。すぐ行きます。今日は頼むぞ。あれ？車とか？あれ？あれ？ん？何この視点？え？うわ。見てるやつがいる。え？じゃあ第三者の視点。さっきのなんか天井みたいなのもそいつの、ね、視線ってこと？さっきの。天井？ありませんでした。最初？あの起きてすぐの時。二日目みたいな時変な視点ありませんでした。あった。え、怖っ。段ボールがちょっと映ってるやつね。はい。危ないって。そう、裏から入れないの？あ、裏から入れるっぽい。確かに。鍵とか閉めよう、ちゃんと。
はい、入ってきちゃうよ誰か。荷物置いて。でも今日あれ出、ま、出ないですね、荷物を置いて先輩に話しかけるみたいなやつ。確かに。いないのかな。あ、うん、え、なんで？いた、さっき。いなかった。おいおいおい。お疲れ様です。じゃあ店側から来なきゃいけない。はい。今日は初の閉店までのシフトだな。え、上がんないですね。固定になっちゃう。今日は初の閉店までのシフト。え、なんでドア買ってしまったの今。夜は変なお客さんとか来るんですか。まあたまにいるよ。そんなことより仕事に集中しろ。やることはいっぱいあるんだから。実は私ストーカーに会っているかもしれなくて怖いんです。確かに。ははは、誰もお前なんか興味ねえよ。最悪やな。なんかあったら俺が助けてやるよ。好きやん。急に好きやん。急に出してきたな。いるよ。並んでる。あ、女子校。JK じゃん。やばい。JK はやばいぞ。JK。JK やばいって。ごめん、トイレ行ってくるわ。キャラメル頼んでおいて。オッケー。で、私はシナモンロールとチュロスとコーヒーホイップ追加で。す。コーヒーにホイップ？コーヒー。コーヒーにホイップ、ウィンナーコーヒーってこと？一歩ホ、一歩ホ追加ね。一歩って言ってる。そんなに食べれるの？お支払い、お支払いは別々ですか？一緒でいいです。うん、私は抹茶クリームフラペチーノー。すいません。あの、じゃあ、チラペチーノ。いいんですか、それは。チラペチーノー。あ？今寒いよ、死ぬよ。しんどいな、この JK のやつ。考えて。うん、しんどい。余裕だって。あ、あとマリなんて言ってたっけ。キャラメルって言ってなかった。キャラメルマキアート。キャラメルマキアートじゃない。いや、チラペチーノの方でしょう。あ、おい、頼むってそれ。だからそれ死ぬんだっつーの。しんどいな。死なねえし。めっちゃしんどいわ。それあんただけだし。うん、もうじゃあお姉さん決めちゃってけ。いいの決めちゃって。それでキャラメルマキアートホットでよろしいですか。ね、無視してるやん最後。はい、そんなあのやっぱ男性より男子学生より多くないね。そうですね。まずシナモンロールとチュロスですね。お、え、あ、いいのか。ストロベリーチュロスでいいんですかね。お、なんか増えてる。ストロベリーチュロスしかないよ。普通のチュロスないの。ないですよね。右に普通のチュロスないの。ない、ないよね、そういえば。その引っ掛けは嫌だぞ。いや、ストロベリーチュロスってことか。うん、いいんじゃないですか。うん。かつ、ストロベリーチュロスのストロベリー抜きじゃね？チュロ…抜けないでしょ、その大体。持ってってみよう。いや、多分合ってます。はい。アストロベリーチュロスのオッケー、はい、じゃああとシナモンロールです。シナモンロール、シナモンロールが一番うめえな。あ、アンバターサンドとかある。少々お待ちください。いや、全部外した。全然この時場所覚えてないんだよ。違う。あははは、息が、はい、あれシナモンロールない。あれないな。いや、多分見逃してたかもしれない。その下のやつ、その左、あれない。え？あ、そういうパターンもあんのか。もう一回あれで見て。あ、シナモン。え、シナモンロールありましたよね。ロールケーキか。ロールケーキ。シナモンロールなのかもしれない。ロールケーキっつって。なるほどね。なんかオリジナルの頼み方してくるから。なるほどなるほど。多分左です。左の上。左上で、あ、違いますね、その右です。右です。右、こっち？それの上。はい。はあ、そういうことね。いや、それはちゃんと頼んでほしいな。で、ロールケーキ。オッケー。で、コーヒープラスホイップ。必要としてる、はい。ホットでいいのかな、これは。ホットだね。ウインナーコーヒーだ。ホイップはその左の冷蔵庫ですね。コーヒー置いてからでもいいんじゃない。先にコーヒーを置いて。はい。オッケー。
やっぱダンスイよりちょっと、ね、なんか大人なの飲むね、やっぱね。ダンスイって言ってる。ダンスイ甘いのばっかり。なんでダンスイって言ってんの。なんかダンスイ子供っぽいのばっか飲む。なんでダンスイ気になるな。はい、オッケー。はい、はい、オッケー。あと抹茶クリームフラペチーノ。はい、抹茶クリームフラペチーノー。チラペチーノです。抹茶、何でしたっけこれ。あ、見てこよう。わあ、そっか。ちょっと覚え、ここまで覚えれないな、さすがに。はい。ブレンドアイス。ブレンドアイス。まあでもそうか。抹茶パウダーとホイップクリーム。いきます。オッケー。ブレンドアイスとミルク。抹茶パウダーホイップクリーム。抹茶パウダーホイップクリーム。はい。まずはブレンドアイス。はい。いいですよ。絶対2個取っちゃうんだよな。であとで捨てる。でよくバレてない。氷をゴミ箱してるから氷ビッチビチョになる。今までバレてないのまだ。ゴミ袋が。はい。オッケー。で牛乳。抹茶パウダーと、はい、あれ抹茶パウダーと何でしたっけ。お前がいけるっつったんだ。抹茶パウダーと。ちょっと待ってそれ見てください。あれどれだ。見てこれ書くんだよじゃあ。あ、ホイップクリームだ。いけた。まあそうですね、確かに絵を思い浮かべればいけた。抹茶フラペチーノで、蓋オッケー。まもなく出ます。キャラメル巻き初ですよね。あ、そうか。はいはい、お待たせいたしました。オッケー、ラスト。さあ、キャラメルマキアートホットで。手入れ遅くね。キャラメルマキアートはちょっとわかんないです。ホット？コーヒー、牛乳とかは。キャラメルマキアート。コーヒー、スチームミルク。あ。キャラメルシロップ、キャラメルソース、ダブルキャラメル。ダブルキャラメルね。コーヒーミルク、コーヒースチーミー。コーヒーにスチーミー。スチーミー、ダブルキャラメルね。コーヒー入れちゃいます。オッケーオッケー。でスチミ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 。はい、そっち完璧でしょ。はい、ダブキャラ、ダブキャラ置いて、わあいいです、いい手際。オッケーで、ダブキャラ、キャラメルシロップ、キャラメルソース。オッケー、完成。うまそう。飲みたくなってきた。ね、はい、確かに。はい、お待たせいたしました。はい、キャラメルマキアートでーす。さあ、友達どうした？あれ、友達は？あ、そこ座るんだ。珍しいな、なんか。あ、友達来た。カウンターに座る。ありがとう、今お金返すねー。ちょっとなまってる。え、待って、何？何あいつ？いらっしゃいませー。 あれか、なんかか店内、あれ買うタイプの豆とか、ね、豆とか。いらっしゃいませー。あれ、この人も来てる、この客も。あれね、なんかヤバい人だったよね。え、なんだ。ラテを一つ。はい、ラテですね、370円になります。なんか喋ってんだよ、後ろで。確かに、あ、でもさー4567、俺後ろ読んどくわ。あの人もヤバい人っぽかった。ほら、知らずの外にいた人。え、あの行きやばかった人ね。270円だよ。それどこ、なんか足りてないのよ、金が。マジやばかった。270円だとちょっと買えません。ちょっと待って、今も気になるな。あ、そうですか、うん、あと100円です。あー、来ちゃったし。今もいんのかな。ちょっと待って、はい、私ね、なんかストーカーみたいな。あと100円で足りますので。あと100円足りないですね、お前は。じゃないか、安心しな。で、ストーカーもいるんだ、外に。え、どう、あれ、ひどー。じゃあ、こちらのお客様から。はい。え、なんか貸してあげたんだよ、100円を。でもさ、マジな話、警察とかに行った方がいいけ。100円です。はい。え、やばいじゃん。いや、それどころじゃないんだよな、今。そんな別に害とか与えてる感じじゃなかったっぽいし。私は霊感はないです。現に行って恨まれたら怖いし。パニック、パニック。はい、少々お待ちください。パニック、どうなりました。まあ、ただのなんとかだと思うから。ほら、え、後ろなんか喋ってますよね。動けない。動けない。あ、バニララテですね。女子高生帰ったよ。一人です。いいっすね、気楽で。はい。え、女子高生車で帰ってた。パニラテ。
なんかもう外にやべえやついるって言ってましたよ。でもラテからいきます。ラテ、普通のラテですか。はい、うん、スチューミルク作っちゃう。え、で次バニララテか。怖いな。警察とか呼んだ方がいいよ。もう少々お待ちください。今男の人2人いるから大丈夫か。まあね。でカイヤが、カイヤ、カイヤ誰ですか。 あれがそのいいやつかどうか分かんない。なるほど、そうか。あんたに来んだよっていうそのカイヤの可能性もあるし。はい、お待たせいたしました。よかったな、100円貸してもらって。はい、でバニララテ。バニララテ少々お待ちくださいませ。バニララテ初、あ違う、初じゃないか。初かな。でも一応見ます。バニラテ、バニララテ、バニララテ、コーヒー、スチームミルク、バニラシロ。これ簡単です。コーヒー、スチーム、バニラシロ、バニラシロ、コーヒー、スチームミルクを用意しとくと。手慣れたもんだよ。はい、で、OK、置いて、で、バニラシロップ、はい、で、スチームミルク、はい、流れるようだね。完璧、いいよ、はい、早い。はい、お待たせいたしました。はい、バニラテ出ます。素晴らしい。あ、あいつ帰ってカイヤ、早いな。ありがとうございました。いつ帰ったカイヤ。本当ね、もうラテをお渡ししたのでその時に帰りました。テーブルを拭くした、ね、今早いな。出た、テーブル拭くだ。雑巾、片付け、片付けと。不穏だな。だって外ヤバい人いるって言ってたよ。言ってたよね、なんかいるって言うんだよね。見に行く、いいか。いやー、これカイヤがいたとこ汚すなよ、そんなに。はい、JK いたとこも。はい、JK 絶対汚してますよ、うん、あ、そう、うわー、なんで2個ずつあんのこれ。よいしょ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 。あ、これで稼げるな。よいしょ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 。あと1箇所ラストです。あった、奥。雪降ったの。雪だ、寒いんですね。ここ写真あった場所だ。よいしょ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 。うっ、何の音かしら。何の音、防犯カメラとかじゃない。何の音かしら。防犯カメラじゃない。あ、防犯カメラ映ってる。防犯カメラだ。うっ、いるな。なんかいるな。バイオハザード1ぐらいの、いる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 。映像どうします。見に行こう。後ろ、危ないですって。